はい、アミアミしていきましょう。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、本日も楽しく編み物をやっていこうと思います。はい、前回からですね、こちらリサイクルポリエステルですね、リサイクル ポリエステル 100% のエコ素材ウィスターポリクルという糸ですね、ちょっといいお値段する糸なんですけれども、これを使いまして、前に編みましたネット編みなんですけど、2色の糸を使ったちょっと変わったネット編み、これを使いましてバッグを作っていこうということで編み始めました。で、糸がね思いっきり伸びるやんっていう糸で、なかなかね面白い感じに編めるなぁとやっているんですけれども、はい、前回はね楕円の底ですね、だからバッグの底の部分になるところを編みました。で、今日からネット部分に入っていこうと思うんですけれども、またね私の悪い癖が出てきました。まず、前回のネット編みこれですね、この時のネット編みのやり方なんですけれども、まずはねこの底の丸い部分を編んだのと同じ糸でですね、鎖編み6目のネット編みを今1目飛ばしながらね、細編みで6目編んで、また1個スキップして細編みっていうのをぐるっとやっていきまして、でそれが終わったら一旦お休みで、次に黄色い糸を今編まなかったスキップしたここに糸をつけて、同じく鎖編み6目で、はい、ネット編みをしていくというもの、これを交互にね、緑の糸と黄色の糸と交互に編んでいくという編み方をしていきました。で、これを踏まえてですね、ちょっとねやってみたいなと思うことが出てきましたので、挑戦していこうと思います。で、まず一番最初なんですけれども、まあこのやり方だといきなり鎖編み6目のネット編みをしていくということになりますが、よいしょ、まずですね、まず鎖編み1つして細編みします。はい、細編み、はい、鎖編み3目編んで、6目ではなくて半分です。鎖編み3目で1個飛ばして、次これでまず1回ぐるっと回ってこようと思います。同じ長さで模様編みをこうね、鎖編み6目のネットを編んで、それを合わせていくっていう方式でやろうかなと思ってたんですけど、ちょっとね、この鎖編み何目の部分に変化が欲しをつけたらどうなるんだろうという思いが出てきましたので、ちょっと実験しながらやっていこうと思います。安心してください。この糸は何回でも編み直しが可能です。はい、最後まで来ましたので、一番最後はですね、鎖編み3目ではなくて、鎖編み1つしたら、はい、1目目拾って中長編みですね。はい、中長編みで、これでここ鎖3目のネット編み1段出来上がりました。はい、でここによいしょクリップつけといてお休みさせます。さあさあ2色目いってみましょう。では改めまして、こちらグレーの糸をこのここね細編みして1個スキップした、1つスキップしております。1つスキップしたところに針を入れて、はい、鎖編み1つしてここに細編みを入れますと、細編み入りました。で、ここから今ね鎖3目で編んだので、こっちの糸もね鎖3目で編めばいいのですが、それじゃちょっと面白くないなと思いまして、今度こっちは倍の6目ですね、6目、鎖編み6目して、しかも今前の方から糸つけたんですね、この鎖3目の前の部分に糸つけました。今度は後ろです、後ろからスキップした部分ですね、スキップした目を拾ってで細編みで1,2,3,4,5,6目編んで、今度は前ですね、前からスキップした目を拾って細編み、
1,2,3,4,5,6 目編んで、今度は後ろからです。後ろから拾って細編み、はい、後ろ取って最後行きましたね。よっこいせと、はい、後ろ取って細編みで、最初一番最初前から取ってたので、これで辻褄的には合っております。目数的にはで、ここは鎖編み6目でしたので、1,2 ちょっと縛ってやるけど大丈夫これ、はい、鎖編み3目、鎖編み6目のネットなので鎖3目編んで、はい、1目拾って中長、あ違う、長編みですね、長編みでちょうど6目の頂点っていうところでございます。はい、でこちら黒さんが開始します、編みを開始いたします。で今度ですね、はい、ここでね2段目突入するので、また細編みを編みます。で細編み編んだら、今度このグレーの糸ですね、ちょっと、一番最初の編み始めがこの黒の糸よりも前にあるということで、糸の方も、はい、ちょっと前倒しにしておきます。前倒しにしておいてですね、でこっから鎖編み黒6目編んだら、このはい、今度後ろですね、このグレーの糸の後ろの方にある黒いネットを拾って細編み、1,2,3,4,5,6 目編んだら、今度このグレーの糸よりもこっち前に出てるネットを拾って細編み、はい、一周してまいりました。鎖編み6目で編んできたので、最後は鎖編み3つ編んで、1目目拾って長編みと、はい、これで黒の2段目が終わりました。はい、今のところ黒の3目、鎖3目、次は黒で鎖6目です。グレーの方は今鎖6目の、ネット編みが終わった、1段終わったところです。はい、次グレーの2段目になりますが、次は、はい、鎖編み1つして細編みで、次なんですけど、はい、鎖編み3目です。小さくします。小さくして、今ね黒の糸よりも手前の方で細編みしたので、次黒の後ろです。後ろのこの鎖編み6目のネットを拾って細編み、もうこれを繰り返していきます。ちょっとね、この鎖編みの大きさを3目と6目で交互に編んでいったらどういう模様になるのかなという思いが出てきまして、やってみております。で細編みで、で今編んできたこの黒いね編み目の方はもう手前の方に寄せておいて、はい、最後ですね鎖編み1つと、はい、最初の目を拾って中長編み、これで鎖3目のネットにしました。はい、で勘のいい方ならもう分かると思うんですけど、次黒ですね、黒で3段目を編む時はそうです、黒も鎖3目になります。はい、これどっちかな、はい、鎖3目1,2,3目細編みしてから鎖3目編んで、で次は、このグレーの糸よりも後ろですね、後ろにあるこの鎖6目の山を拾うので、こっちの糸は手前の方に持ってきておきます。このグレーの糸よりも後ろ側で細編み1,2,3、はい、今度前の方で細編み、こうやって同じね黒い糸だけを見れば、鎖3目で1段、2段目は鎖6目で、3段目は鎖3目と、3目6目3目と編んできております。それでどういう模様になるのかなという、ただただ好奇心でやっております。どういう模様の見え方になるのかなというね好奇心がありまして、今この編みをしております。はいはい、最初の方に戻ってきましたので、ここはまあ鎖3目のねネット編みなので、鎖編み1つして最初の1目目ですね、1目目拾って
中長編み、はい、鎖3目のネット編み終了しました。はいはい、次やってみましょう。次はグレーに移りまして、よいしょ、はい、でグレーは今鎖3目のネット編みをしてきたので、次は鎖6目です。1,2,3,4,5,6 目、鎖6目のネット編みにします。はい、この黒い、今ね黒い糸よりも手前の方で細編みしたので、次は黒い糸より後ろですね、裏側のグレーのネット編み、鎖3目の方を拾って細編み、1,2,3,4,5,6 目編んで、で今度は手前ですね、黒い糸よりも手前のネットで細編み。これダブルネット編みでも多分できる気がする。もう編み方自体はね、どちらも変わらないので、ネット編みといえばただのネット編みで、ただこのね2色で編んでて、もう1色の糸の上な前なのか後ろなのか、どっちで編むのかだけなので、うん、ネット編み、ダブルネット編みとか、ちょっと変わったネット編みでも同じようなことが、うん、作れるんじゃないかなとは思います。多分これを見ただけだとよくわからない、まだよくわかんない気がします。というか変わらないかもしれない。鎖3目と鎖6目が交互に来てるんですが、変わらないかな、こっちと。そんなにそんなに変わらないかもしれない。まあ伸びる糸なんで、もしかしたら変わらないかもしれないな。ちょっとこれでとりあえずでもね、編んでみようと思います。まずは水をかきましょう。ちょっとぐちゃぐちゃで申し訳ない、ぐちゃ、ほんとぐちゃぐちゃやな。うん、青い色が黒い糸です。で赤い色がグレーの糸だと思ってください。一番最初黒い糸で、鎖3目のネット編みを普通に編みます。鎖3目編んだら1目飛ばして次に細編み、鎖3目で次を飛ばし、ね、1目飛ばして次に細編みで1段ネット編みで、はい、ネット編みしてきて、最後鎖3目のネット編みなので、一番最後は鎖編み1目プラス中長編みで終わります。1段終わったら黒糸休ませておいて、次はグレーの糸です。グレーの糸をつけます。で一応糸のつけるの前でも後ろでもいいんですけど、まずつける、今回は前の方でこの糸の黒いネット編み、今3目編んだネット編みの前ですね、前の方で針で拾って細編み編んで、グレーの方の糸は鎖編み6目のネット編みを編んでいきます。拾うところは、スキップした黒い糸でスキップした目ですねを拾っていきます。で一番最初、前の方で細編みをしてスタートして鎖編み6目拾った場合は、今度はこの黒いネットの後ろからですね、後ろから黒いネット手前の方に倒してでもいいんで、黒いネット前に持ってきて、後ろの方にグレーで細編みで鎖編みしたら、今度前ですね、黒いネットよりも前側で細編み、はい、鎖6目したら今度は黒いネットよりも後ろ側で細編みと、後ろと前を交互に編んでいきます。でこれで1段終わったら、グレーの糸は鎖編み6目で編んできたので、最後鎖3目&長編みで終了です。でまたこちらも糸を休ませておきます。はい、で次黒い糸、休ませておいた黒い糸復活させたら、今鎖3目のネット編みしたんですけど、次は黒い糸でも鎖6目です。3目編んだら次は6目のネット編み、後ろで細編みなのか前の方で細編みなのか交互にやってきます。これは、黒い糸でもグレーの糸でも両方同じように交互に後ろ前後ろ前と取って編んでいきます。で編み方も、鎖3目が編んだ黒い糸だけを見ると、鎖3目で編んだ後鎖6目で1段、次鎖3目で1段が入ってきます。グレーの糸で見ると、一番最初は、鎖6目でスタート
ですね。1段編んで、次は鎖3目で1段で、次また鎖6目で1段と、これも交互に、3目なのか6目なのか交互にやってくるという編み方をしております。ちょっとこんがらがるね、自分で言っててもこんがらがってしまうんですけれども、前と後ろ交互にお互いに編んでいくと、こうちょっと斜めな模様が出来上がってくるという、そういう模様です。で、今回は全部が全部同じ目数っていうかね、鎖編みが同じ目数ではなくって、3目の段と6目の段がそれぞれですね。黒の時は3目編んだら次6目編んで、3目編んだら6目編んでと、段ごとに鎖編みの数を変えていく。これもちょっと引き続きちょっとぐるぐる編んでみようかなと思います。で、いい感じに編めていったら、ちょっと上の方はこういう形、ね、ネット編み、細かいネット編みしましたけど、いや、そうではなくてまたちょっと違う普通にかっしりした編み方をして、それに、持ち手ですね、これがつけていけたらいいかなと思います。まあ、ちょっとね、こういう別行のハンドルもあるんですけど、ちょっと色合わないよね。ちょっと合わないから、やっぱり透明、この、まあ、透明なやつか、もしくはこの透明なやつ編みくるんでしまって一体化させてもいいかなとかって思ってますが、まあ来週ね、どのぐらいこれが編めてるかで進み具合変わってくるかなと思います。目数変えなくても変わんねんじゃねっていう結果になるかもしれないんですけど、それはそれで、まあ実験の結果だということでいいじゃないかと思っております。はい、じゃあまた来週ですね。来週また楽しく楽しく編んでいこうと思います。それではまた。もう6月入りましたんでね、6月ってことは1年の半分終わるんじゃねっていうね、ほわって思っているのは私だけでしょうか。1年早くねって、もう半年経つぞっていうちょっと焦りと恐怖が迫ってきておりますけれども、頑張ってやりましょう。みんな楽しいことは率先して頑張ってやりましょう。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあ。